じゃあいい。はい、おはようございます。本日は矢板カントリークラブ様の方にお邪魔させていただいております。撮影ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回はこの前のプライベートで行った時にちょっと50度のアプローチっていうのがすっごいしっくりきたんで、今日はそこもちょっと練習しながら見てもらえればなと思います。はい、そして今年中にですね、チャンネル登録者1万人を目指しております。ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きます。帰郷コース1番ホール、パー4357ヤード、今日は B グリーンですね。なんかここは右よりも左って感じしますね。そうですね、なんか打ち下ろしって感じですね。なんでここはあんまり球を上げないように、ティーをちょっとやや低めにして、とにかくラインだけ意識していきます。はい、すいません、お願いします。お願いします。と左木に当たってどうか。やばい、ちょっと左行き過ぎちゃったな。まあ、でも多分大丈夫だと思います。下手くしちゃったまあまあ最初だったからね。でもここなんか距離あんまないように見えるけど、まあまああんだね。あるね、いやいや、でも打ち下ろしだから。あ、そっかそっか、視覚的にはちょっと短く見えるかもしれない。でね、ここはね、今日はちょっと前日ね、あの雨が降っちゃってるからあれなんですけど、本当はフェアウェイソープありらしいんですよ。それが良かったね。ねえ、いやでもフェアウェイとかめちゃめちゃ綺麗だねえ。こちらにありましたね。良かったね。良かった。でもやっぱりこれ左打って正解だったね。107ヤード。はい、どうしよう。まあでもちょっとライン出しで50度でいきます。はい、この距離を本当に時松隆子プロの YouTube この頃すごい見て勉強してるんでうん、まあ、まあまあですね。距離感は OK。 うん、ライが悪かったんであれはもう良しです。そうですね、はい、ナイスオンです。ありがとうございます。やっぱ前足下がりは、うんうん、フルショットを打つのがもう絶対に良くないから、はいはいはい、もう余裕持って。そうだね、ここはもう乗ればいいやぐらいの感覚ですね。でもちょっと50度のさ、うん、アプローチやりたすぎてあれエッジぐらいね、エッジでよかったなってちょっと思った。だからまあ今日一日エッジ周りちょっと試したいんでね。試したい、ものすごく試したい今。一応8フィート8だよね。8って結構重いから、うん、多分上りのスライス。はい、うん、ライン割ってたけどな、想像通りの距離が残ったなんかそうだろうなっていう。じゃあ僕先行きます。はい、うん、ナイスパー。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。いいライン出ましたこうやって一ホール目パー取ると安心するよ ね。よかったです。2番ホール、パー4383ヤード。あ、ここはまっすぐですね。で、少し気になるのが、あの右の斜面のところになんかちょっとブッシュみたいなのが見える。ブッシュなのかぐわって下がったところの木なのかがちょっとわからないんだけど。そうだね、うん、でも狙う方は絶対に左より右なんで、はい、ちょっとティーグラウンド左に立って右広くして打ちます。はい、ナイスショー。ありがとうございます。いいドロー。完璧な場所ですね。あれ絶対フェアウェイだ。ありがとうございます。今ゆったり触れたね。バランス良かったし、タイミング良かったわ。この前軽井沢行った時もね、なんか最後の方に、振りすぎてんのかな自分って、あれでも。はいはいはい。思ってて、今良かったですね。いいドローです。やっぱり、力感よりも、インパクトね。ここじゃなくて持ってって、そうだね、全部の筋肉使って持っていくみたいなイメージがやっぱりね。でさっき向こうのマップでも確認したんだけど、かなりね上からが速そう。はいはいはい。で今日ピンポジが
センターからマイナス4。はいはい。だから、まあ、この感じ見ると、手前に行きたいんだけど、この時に考えなきゃいけないのが、手前に落としたいんだけど、やっぱりその、砲台グリーンなんで、うん、これどっちを選択するのかな？もうバーディーを取りに、手前をギリギリ狙うか、上から速くても、とりあえずやるかみたいな。うん、ピッチングの、ライン出し。はい。フルショットではなくて。はい。じゃあ、いい。ナイスオン。ちょっと、大きそうかな？なんか、わかんないけど。でも、この感じ。でも、大塚くんが、馬って言ってましたね。聞こえました。はい。よかったです。ちょっと、奥目ついちゃいましたね。いやいや、奥だね。で、さっきのもやっぱこれ見ると、はい。下り傾斜強いんで、はい。ただ、そんなに、なんていうのかな。うねってはないから。うん、そうだね。まあ、この距離なんで、しっかり OK のところまで。はい。あとやっぱりグリーンの速さをここで確認します。はい。下りの速さをね。はい。わお。さすが 8.0、重いですね。昨日の雨も晴るよね。ああ、そうだね。うん、あと、まあ、トップスタートだしね。そう、あ、そうそう、今日ね、トップだったね。8時10分でトップだから。で、さっきも若干パラパラしてたから、余計重いね。はい、ナイスパー。ありがとうございます。わかった。おぉ。今日しっかり打ちます。はい。いや、分かってた、分かってた。今日はじゃないね。今日もしっかり打つ練習します。はーい。ありがとうございます。3番ホール、パー3ですね。いいコースだ。これだと、やや打ち下ろしてるのか、176、7。ここのちょっとグリーン難しいな。ピンポジションは見なくていいですか？ピンポジションは奥。おう。なんで、まあ、179、180ぐらいだよね。うん。ちょっと今、6番と7番で迷ってて、7番だったら確実に乗る、手前に乗せることができる。ああ。6だと突っ込みすぎるとちょっと大きいから。ああ、難しいところだね。ちょっと、出だし3ホール目なんで、はい、ちゃんと180狙って6番でいきます。はい。逆球だ。まあまあ、ちょっと被っちゃいましたね。距離は合ってたね。距離は合ってたね。でも180しっかりありましたわ。うん。50度使えるかな。ちょっとラフだけどね。ちょっとラフだからね、その分。結構ラフ深いですね。ちょっと深いね。ただまだ見えてるだけ良かったな。あ、そうだね。うん。これね、ちょっと絶妙。50度か。自分のイメージ的に、うん、ここなら50度使ってた。はい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 。っていうと、ここら辺に落とせないよ、50度って。うん。ただ、そこから、キャリーで50度でここ来ちゃうと、ボール止まるかなっていう。いや、でも今日重いですよ。なんか結構いきなりリスクかなって思っちゃってんだよね、今。なるほどね。まあ、ちょっと50度やってみようか。うん。これもなんか。そうですね、試すのも。試しだからね。練習ですから。じゃあちょっと50度で、はい。エッジギリギリぐらいにキャリーで。はいはいはい、コロコロ転がってくれるような感じで打ちます。はい。とにかくイメージ通り打つ。まあまあ。うん。ちょっとフックか、これ。でもね。距離感やっぱ良かったですね。感覚いいっすね、うん、50度やっぱり。だってここ60でスピンかけて、なんか止めるっていうの逆に難しそう。そうだね。今のもやっぱ、いいな、50度。相棒ですか？相棒だね。今ちょっと、こんなにフックが来ると思わなかっただけだね。うん。右縁。はい。はーい、ナイスイン。ありがとうございます。いや、パターいいですね。パターいい。パターがいい。いや、もう全部、しのいでる。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントの方もぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いします。そして公式 LINE アカウントも開設いたしましたので、ぜひご登録お待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いします。